このプロテインの飲み方が最も早く結果が出ます。皆さんこんにちは、ダイエット専門トレーニングゆきこです。ダイエットの成功を左右するポイントは食事が9割、運動が1割なんです。どんな風に栄養や食事を摂取するかで結果の速さがめちゃくちゃ変わります。そこで今回は活用するととってもダイエットに効果的なプロテインの太る飲み方、痩せる飲み方、体に負担をかけない量、プロテインの選び方を分かりやすく解説していこうと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。プロテインってマッチョな人が飲むものっていうイメージだったり、太るんじゃないのって心配してる方も多いですよね。ジムに来てくださってたお客様もプロテインの話をするとムキムキになりませんか、体に負担にならないんですかね、いろいろと質問をいただきました。まあ、普通に生活をしていたらプロテインを活用したことがない方も多いので、まあ、そういうイメージあったりしますよね。私は競泳選手が長かったので小学校の低学年頃からプロテインを愛用していました。ですのでプロテイン歴はかなり長いです。まあ、その分飲んだ経験もたくさんありまして、まあ、選ぶのに失敗したり飲むタイミング間違えたり、そんな経験もめちゃくちゃ多いです。競泳選手は13年間してましたので、まあ、10歳ぐらいから飲んでました。まあ、30年ぐらいになります。そこで今回はその失敗経験も踏まえて今日の項目は3つ。プロテインって飲むと痩せるの？取らないの？体に負担ならないの？が1つ目。2つ目、どんなプロテインを飲んだらいいの？3つ目、プロテインを飲むベストタイミング、美容にもトレーニングにもおすすめのタイミングとは。この流れでお話したいと思います。まず1つ目、プロテインって負担をかける？プロテインって太るの？についてお話していきます。プロテインって飲むだけでムキムキになりそう、そんなイメージってありませんか？これに対してはプロテインはどういう役割を持っていてどんな種類があるのか、正しい知識を持つことでうまく活用することができます。最近では置き換えダイエットが流行ったおかげで試してみた方も増えていると思います。プロテインは英語に直すとタンパク質、要は不足しているタンパク質を補うための飲み物です。ダイエットや運動をしていると三大栄養素のバランスが大切だよなど聞いたりします。三大栄養素は炭水化物、タンパク質、脂質、この3つです。プロテインは食品でいうと卵やお肉やお魚、大豆などと同じ食品です。しかしこのタンパク質、手軽に取りやすい炭水化物や脂質と比べて不足しやすいのも特徴です。イメージしているより結構な量を取らないといけなかったりします。2016年に発表された国際栄養学によると、アスリートや運動習慣のある人は1日の目安としてタンパク質量が体重の 1.2 もしくは 2g 必要だと発表されています。日本人の食事摂取基準2020年版によると18歳以上の健康な成人はタンパク質量の摂取基準が男性はだいたい 60g 以上、男性は 50g となっています。その量を食事で摂ろうと思うと体重 50kg の人ぐらいでサラダチキン1枚に 25g ほど含まれていますので、だいたい毎日2枚、男性だと3枚ぐらい食べる計算になります。これ1日だったらできるかもしれないんですけど、毎日です。サラダチキンを食べるわけにもいけませんし、これ計測するのってかなりね大変です。食品からだとその他に含まれる脂質や糖質の摂取量オーバーにもなりやすいです。さらには肉類を中心に摂取すると腸の活動を低下させたり、食べ物が長く腸にとどまってしまい胃腸にも負担をかけます。腸内環境が悪くなり、おならがたくさん出たり匂いもきつくなったりしてしまいます。ダイエットで成功のコツは1日の摂取カロリーを消費カロリーよりオーバーしないこと。脂質は三大栄養素の中でも唯一 1g に対して9キロカロリーもある栄養素でして、オリーブオイルだと大さじ1杯で111キロカロリーもあります。これらも考えると食品で脂質も抑えてタンパク質を摂取する場合、低脂肪で高タンパクのものを選ぶ必要が出てきます。そうすると必然的に鶏胸肉、鶏のささみ、
卵の白身、ツナ缶のノンオイルの水煮缶などになってしまいます。まあ、こうなると私も試したことあるんですけれども、まあ、せっかくの食事が楽しみというよりも修行みたいになってきます。まあ、実際やってみて本当に面倒くさかったっていうのもあります。まあ、いちいち毎回食品のねタンパク質量とか脂質とか糖質を全部見て、まあ、炭水化物の量オーバーしてないか、脂質の量がオーバーしてないか、まあ、調理法も限定されて工夫して、まあ、これをね、まあ、1週間ならまだ頑張れますけど、毎日となると、まあ、本当に苦痛で、まあ、正直めんどくさい上にコストまでかかります。まあ、さらにもう一つのデメリットは、食品から中心にタンパク質を摂取するとダイエットの成功のポイントの一つに筋トレで早く効果を上げるというポイントがありますが、早く効果を上げたい場合、ホメオスタシスの関係で血中のアミノ酸濃度が上がりにくいんです。ホメオスタシスとは生体恒常性と言いまして、体はなるべく一定状態を保とうとしている、まあ、この機能のことを言いますが、これがプロテインだと吸収速度がとても速いので血中のアミノ酸濃度を一気に上げてくれるんです。一気に上がることでタンパク質の合成が起こり、通常の食事でタンパク質を摂るよりも早く筋肉がつきやすくなります。それらのことから考えても、ダイエットで栄養計算しやすい低糖質、低脂質、高タンパク質のプロテインを活用する方が、余分な脂肪を摂ることもなくタンパク質量を十分に摂取することができ、食事の幅も広がるためストレスにもなりにくいです。まあ、そういった面を考慮してもプロテインを活用する方がおすすめです。さらに体に負担をかけないのと心配される方もいると思いますが、肝臓や腎臓に負担をかけないとされている目安は、体重1キロに対してタンパク質 2.8g 以上を摂取し続けている場合でして、体重50キロの人ですと1日に 140g 以上摂取する必要があります。これプロテインドリンクに換算しても1日7杯以上になります。健康な人が、ま、普通に飲んでるだけでは、ま、これをね超えるのも大変ですので、ま、負担をかける心配はありませんので、そちらの方はご安心ください。ではなぜプロテインを飲んで太ってしまったという方がいるのか、まあ、お客様たちが実際に太ってしまった経験を交えてお話ししていきます。1つ目、寝る直前に飲んでいた。まあ、これねかなりあるあるなんですが、寝る直前に飲むと太りやすいです。まあ、計算上はその人ごとに1日の消費カロリーを上回らなければ太らないはずなんですが、睡眠の質は睡眠導入時の最初の90分の睡眠をいかに深くするかがポイントです。寝る直前に飲み物であったとしても摂取をしてしまうと、胃が消化吸収をしたまま睡眠に入ることになり、睡眠の質を落とす可能性があります。私が信頼しているトップのトレーナーさんたちも、寝る直前だけは胃などの臓器を休めるためにおすすめはされていません。美容と健康面の観点でも睡眠の質はとっても大事ですし、筋肉を増やしたい方の場合でも寝る1時間前には済ませておくのがポイントです。睡眠の質が下がると食欲刺激ホルモンのグレリンも増加し、翌日やたらお腹が減るなどにもなりやすいので、その観点からもおすすめできません。2つ目、高タンパク質、低糖質、低脂質でないプロテインだった。プロテインにも種類がありまして、その種類を間違えてしまうとなんと1杯600カロリーもあります。驚きですよね。まあ、これ実際に私の失敗談なんですが、間違えてね買ったことがあります。飲んでみて、なんかこのプロテインやったらなんかコクがあって美味しいなと思って、よくよく成分見てみたらうわーってなったんです。いや、まあその時の衝撃、600カロリー、まあ、かなりびっくりしました。まあ、その時はね、いつも飲んでたプロテインのメーカーだったんですが、ウエイトアップ専用のものを間違えて買ってまして、
見た目はね同じメーカーのものなんでそっくりだったんですけど、隣にあって中身がだいぶ違うものでした。選ぶね種類を間違えてしまうとそんなことにもなりかねませんので、くれぐれも気をつけてください。成分表をしっかり確認して、目的に合ったもの、ダイエットであれば低糖質低脂肪高タンパク質のものが使いやすいのでおすすめです。選び間違えると確実に太ります。3つ目、食事量をそのままにしてプロテインを足していた。まあ、これはですねあるあるなんですが、普通に運動もせずにプロテインだけを足した方もいます。まあ、これをね、まあ、考えるとまあ分かりますが、まあ、食事にプロテインを足しているだけですので、普通にカロリーオーバーでこれも太ります。ですのでプロテインを足すときは食事で不必要な炭水化物と脂質を減らして、そこにプラスアルファして飲むようにしてください。それでは2つ目、どんな種類を選んだらいいのについてお話しします。今日本市場に出ているプロテインの多くは大体がホエイかソイプロテインです。簡単にお伝えするなら、ホエイは動物性タンパク質、ソイは植物性タンパク質、大豆由来のものです。それぞれ吸収速度が異なり、ホエイは1-2時間、ソイは5-6時間かかります。近年ではソイプロテイン、大豆プロテインに関しては2019年に870名で行われた研究によると、アジア人の女性の肥満の方に対してより減量効果が高かったことが分かっています。ただダイエットをするだけでなく、効率よく筋肉をつけてメリハリのある綺麗な女性らしいボディを作りたい方は、大豆タンパク質だけでなく食欲抑制効果もあり、早く筋肉をつきやすくするホエイプロテインも導入することがおすすめです。ホエイプロテインは吸収速度が1-2時間です。そうすると食事やソイプロテインで摂るよりも血中のアミノ酸濃度を一気に上げてくれ、筋肉がつきやすくなります。私は普段の生活の中で筋トレの前後に飲む場合はホエイプロテイン、食事の代わりに飲むときは P プロテインを愛用しています。 P プロテインとはエンドウ豆由来のプロテインです。まあ、先ほどねアジア人の女性にはソイプロテインが向いているよとお伝えしたんですが、普段の食事でとっても豆乳をよく飲むので、まあ、そうすると大豆の摂りすぎになってしまうので、私はエンドウ豆由来にしています。特に私が最近飲んでいるのはこちらのウルドラさんのホエイプロテインです。日本でもプロテインを販売している会社は数多くありますが、こちらのプロテインは体内で生成できない必須アミノ酸をバランスよく含んでいるアミノ酸スコア満点のプロテインでして、かなり味も美味しく飲みやすく、人工甘味料、合成着色料、保存料などの添加物が一切使われていないんです。結構人工甘味料やばいとか、添加物はなるべく控えた方がいいとお聞きしたことあると思いますが、人工甘味料や合成着色料、添加物などのリスクは、長年それを取り続けた時に一体どんな風に体に影響があるのかわからないというのが一番のリスクです。トレーニングや健康面を考える人にとってプロテインは日常の食生活として当たり前になりつつある中で、私としては頻度を高く、ね、摂取していくので、こういった体に何が起こるかわからないといったリスクはなるべく避けるようにしてます。そんな中プロテインを国内でも一回いろいろ探したんですが、まずねほとんどが人工甘味料と合成着色料を使っています。特に人工甘味料として多く使われているのはスクラロース、アステルファムカリウムです。スクラロースは同じ量で砂糖の約600倍の甘さを出せる人工甘味料でして、アステルファムカリウムは約200倍の甘さが出ます。そうすると少量を加えるだけで甘くなるので、カロリーや糖質に影響せず原材料費が安く抑えられるため、ホエイプロテインに使ってるメーカーはめちゃくちゃ多いです。というかほとんどです。その代わり先ほどお伝えしたようなもっと甘いものをすごく摂取したくなったり逆に太ったという報告もあります。こちらのウルトラさんのプロテインは原材料費がかなり高騰するのにもかかわらず
人工甘味料、合成着色料、保存料などの添加物を一切使用せず、疲労回復の決め手となるビタミン B 群もバランスよく配合されています。これらも考慮して安心して飲めて、さらに効果も高いっていうのがとってもポイントだと思いました。原料もホエプロテインの中でも WPI ホエプロテインアイソレートを 50% 以上配合されていて、タンパク質の純度も高いです。実際に飲んでみてもミルク系のちょっと甘い飲み物を飲んでいるような感覚で、とっても美味しいです。こちら私が今回ご紹介するにあたって、メーカーさんからも無理に PR してくださいとか美味しいって言ってくださいとかも一切言われてません。美味しくないと思ったらそのままでいいですとまで言っていただいてます。これ本当にお世辞抜きに美味しいです。ウルトラさんの販売商品の中にはこういった専用のシェーカーも販売されていて、このシェーカーで飲んでもうすぐに溶けて美味しく飲めますが、個人的にはこれが最も美味しい飲み方で、一手間かけてパーソナルブレンダーでしっかりシェイクして飲んでいます。これだと本当にミルクシェイクを飲んでいるような感覚で飲めます。ミルク感が本当にふわふわで、どちらかというとトレーニングというより今は楽しみの一つです。ちょっと実際に一回作ってみますね。こんな風にブレンダーにお水を入れまして、お気に入りの抹茶味です。他のメーカーなんて抹茶味ってないですよね、なかなか。こんな感じです。なんかめちゃくちゃ普通のミルクシェイクですよね。ジン経営してる時もブレンダーでお出ししてたことあるんですが、もうお客さんみんな美味しいってちょっと感動されてたんで、普段プロテイン飲んでる方はぜひこのブレンダーも試してみてください。こんな風にダイエットをしていると甘いものがとっても食べたいなって思う時もあると思うのですが、このホエプロテインだけを飲んでいただくとシェイクすると本当にミルクみたいになりますし、甘いものをどうしても食べたくなった時にプロテインを飲んでダイエットを成功させるというのも活用としてできます。これもね、美味しいプロテインならではの話で、いや中には本当にちょっと飲むのが修行みたいなやつも、ね、ありますので、飲んでて美味しいなと思う方が続きやすいので美味しいものをお勧めします。私がね、子供の頃に飲んだプロテインはもう大豆の粉みたいでして、なおからパウダー飲んでるのかなみたいな感じでした。そう考えたらね、もうこんなにも美味しくなって、これで筋肉がねつきやすくなるだけでなく食欲も抑えてくれて、とっても便利なので、筋トレをしてホエープロテインを活用しないっていうのは女性でももったいないなと思います。普段食事代わりに飲んでいるエンドウ豆由来はこちらのプロテインを飲んでいます。私の場合は普段大豆をかなり摂りますので、植物性のタンパク質はプロテインでこちらを摂ることでしっかりバランスを整えるようにしています。それでは最後3つ目、プロテインを飲むベストタイミングについて。よく飲まれているタイミングとしてはトレーニング30分以内がゴールデンタイムなので、その時に飲んだ方がいいとお聞きしたことある方も多いですよね。近年の研究ではこの情報が覆っており、最も飲むべきタイミングはトレーニングの前です。ホエプロテインだとトレーニングの70分前に飲むことがおすすめです。トレーニング中は筋肉が一旦生成ではなく分解に傾きやすくなります。そのタイミングでタンパク質が消化吸収されていて、血中のアミノ酸濃度が高く保たれていると、トレーニング中の筋肉の分解を防ぐことができるため、そのタイミングが一番おすすめです。消化吸収が早いホエープロテインでもだいたい60分ほどはかかりますので、逆算するとそのくらいの時間になります。だったらソイプロテインの場合は5、6時間前となるわけですが、筋トレの効果を上げるために飲む場合は吸収速度の速いホエープロテインを活用する方が効果的です。ホエープロテインは吸収速度が速いので血中のアミノ酸濃度を一気に上げてくれます。これが植物性のプロテインですと結局食品を摂っているのと変わらないため、血中のアミノ酸濃度が緩やかに上昇します。そうすると筋肉が早く合成しやすいという効果は得られないため、ただ痩せるだけでなくメリハリのある美しい体を作って、美しく筋肉もつけてボディメイクをしたい方は男女ともに
ホエイプロテインを摂ることをお勧めします。次のおすすめタイミングは筋肉を合成しやすいトレーニングの後です。トレーニングの後3時間は最も筋肉が増えやすい時間です。そのタイミングでもう1回飲むことで早く筋肉がつきやすくなります。先ほどもお伝えしたようにホエイプロテインは吸収速度が速いので血中のアミノ酸濃度を一気にまた上げてくれるので筋肉の合成のスピードを上げてくれます。そういった感じで目的によって飲み方は多少変わります。早く筋肉をつけたい人は摂取カロリーをオーバーしないようにしつつ運動前と運動後にホエイプロテイン飲むことがおすすめです。もっと早く筋肉をつけたい方は小分けにして寝る直前にも飲む方がいますが、先ほどもお伝えしたようにホエイプロテインであったとしても寝る1時間前ぐらいに飲んでください。今回の情報を参考にしつつ美しくメリハリのある体にダイエットしたい方はぜひプロテインを活用してみてください。プロテインとは別にもっとトレーニングの効果をアップするためにはトレーニングの30分ぐらい前に筋肉を合成するためのシグナルを送ってくれる BCAA や EAA を並行することもおすすめです。私もトレーニングの前には BCAA や EAA を活用してまして、このような BCAA をホエイプロテインの飲んだ後に摂取することで筋肉の合成を促進し、トレーニング中の筋肉の分解も抑制してくれ、筋肉の疲労や筋肉痛を軽減することが期待できます。プラスアルファでトレーニング中の水分補給にも EAA や BCAA を溶かして飲んでいます。 BCAA は吸収が早いためトレーニング前とトレーニング中両方に摂取することでより筋トレの効果がアップすることが期待できます。私は今 BCAA もこちらのウルトラさんの BCAA も飲んでいます。ほとんどのメーカーは BCAA もそのままだとアミノ酸特有の苦味があって飲みづらいため人工甘味料と着色料でフレーバーをつけて販売しています。この BCAA も今までいろいろ飲みましたが中には子供用の歯磨き粉みたいな味のやつもありました。それだったらね苦い方がマシかなと思って、着色料もないフレーバーもないものを、しばらく飲んでいたんですが、今度はね直接苦くて、美味しいとはこれっぽっちも言えないような感じなのでこのまずくて飲むのがねちょっと億劫になってました。 BCAA もトレーニング中とかトレーニング前に、頻度ね高く摂取するものなのでできれば人工甘味料や合成着色料はできる限り避けたいなと思っていたところ、このウルトラさんから出ているこちらの BCAA だと、本当に飲みやすくできてました。実際中身もかなり味の種類もありますが全て合成着色料なし人工甘味料もなしでできているのでこれだと本当に安心して続けて飲めるなっていうのも実感です。使われている色素なども全てこの野菜からできた色素などを使われています。これだとね本当に美味しくてトレーニング中飲んでもうーとかねならなかったので、今までで、苦いからもう喉乾いた運動したって飲んでゴクゴクゴってなってたんですよ。これがこちらのこちらの BCAA だと、かなりすっきりして飲みやすくてこれだともうまずくてうわってならないってちょっとだいぶ嬉しかったです。味もかなり種類がありまして、こちらのねレモンがすごくトレーニング中で飲みやすいです。トレーニングの前に飲むんだったらこういうマスカットちょっと甘めの味とかこちらのピーチとかもあるんですけどこのピーチとかもすごく美味しくて飲みやすいです。この BCAA の中には必須アミノ酸以外でもマルトデキストリンというトレーニングを効率よくサポートしてくれるという成分も入っています。それらを考慮しても1回のトレーニングをより頑張りやすくなり BCAA 単体よりも早く筋トレの効果を出してくれるような処方でした。ホエイプロテインそして BCAA などのアミノ酸メーカーはねたくさんありますが、ほとんどは残念ながら人工甘味料と合成着色料を使われています。トレーニング、する方にとっては、頻度高く飲んでいくものなので、こういった添加物や人工甘味料が、摂取せずに済むのであれば摂取しない方が長くね飲み続けられる健康飲料としては、とても大切なポイントかなと思います。プロテインも飲み方やタイミングさえ間違えなければ
絶対に取る心配はありませんので、普段の食事量で足りない分を補う、プラス筋トレの効果を早く出したい人は積極的にプロテインを活用することがおすすめです。このチャンネルでは検証された医学的な情報をもとに、実際にアラフォーの私も実践して効果があったものをご紹介しています。ダイエットや美容情報に興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。